桜美林大学ビジネスマネジメント学群教授の坂田純一と申します。本日は皆さんにマネジメント領域の学びについてお話ししたいと思います。はじめにビジネスマネジメント学群の特徴についてお話しします。ビジネスという綴りの真ん中には愛の文字が隠されています。私たちはビジネスの中心に愛の心が必要だと考えます。愛のあるビジネスが人の思いを形にしていくのだと考えます。私たちビジネスマネジメント学群では、桜美林大学の精神であるキリスト教に基づく人間愛と奉仕の心を最も大切なものだと考えています。それは現代ビジネスに求められるもてなしの心であり、世界で評価されるジャパンブランドの根底でもあります。ぜひ私たちと一緒にビジネスの中心地新宿で実践的に学びましょう。ビジネスマネジメント学群は、業種や業界について学ぶビジネスプログラムと、会計や法律などのスキルを学ぶマネジメントプログラムの2つのプログラムと、5つの専門的な領域で構成しています。このようにビジネスとマネジメントの両方のプログラムを学習することによって、特定の学問分野に特化する従来型の学科生とは異なり、ビジネスの具体的な知識とマネジメントのスキルの両方を学ぶことが可能になります。さらにビジネスプログラムとマネジメントプログラムの2つのプログラムのそれぞれにおいても複数の科目群を学ぶことができるなど、柔軟な学習計画を立てることができます。このように皆さんの興味や将来目指す職業に合わせて自由に組み合わせることで、学びの多様性と専門性の両方を高めることができます。これがビジネスマネジメント学群の特徴といえます。マネジメントプログラムには、マネジメント領域として経営戦略、管理科目群、会計財務科目群、経済法律科目群、経営情報科目群がありますが、ここではこれら4つの科目群を順に説明していきます。はじめに経営戦略、管理科目群です。この科目群が目指すものはビジネスリーダーの育成です。そのために企業経営や事業運営に必要な知識能力を身につけることができるような多くの科目を揃えています。左側にあるのが実際の科目です。ところで、企業経営に必要な能力とはどのようなものでしょうか。企業活動をシンプルに説明すれば、インプットをアウトプットに転換するプロセスです。つまり、人、物、金という経営資源を調達し、生産活動を通じて製品やサービスを生み出し、それを利益に変えるというものです。この活動を効率的に行うこと、つまりできるだけ少ない経営資源でできるだけ多くの利益を得ることが企業経営には求められています。口で言うのは簡単ですが、実際の舵取りは非常に困難です。従業員が常に言うことを聞いてくれるとは限りませんし、市場では競合企業が待ち構えています。さらには環境が変わる中では、一旦確立した方法も常に見直さなければなりません。とはいえ、この舵取りをうまく行うための勘どころようなものがあります。過去から研究で多くの秘訣が蓄積されています。それをこの科目群では学びます。もちろん理屈だけ学んだとしても活用できません。そのためにケーススタディなどを通じて実践的なことも学びます。さて、経営戦略、管理科目群を専攻した学生はどのような業界に就職しているのでしょうか。結論を言えば、業界の特徴はありません。前半で説明したように、マネジメントプログラムはどの業界でも必要になる基盤的な知識や能力を得るためのプログラムだからです。ただし、 IT 業界や金融業界、コンサル業界が多いようです。 IT 業界では顧客企業に対して IT を通じた経営改善策を提案します。金融業界では融資先企業、投資先企業の経営状況を理解する必要があります。コンサルはまさに顧客の経営支援です。自社の経営をリードするのではなく、顧客の経営を支援するために経営戦略、管理能力を生かすこともできます。次に会計財務科目群です。
日照簿記検定3級ないし2級の合格を目指す。簿記をはじめ財務会計、国際会計、税務会計、監査、管理会計といった会計学の体系的な科目を有しており、さらに財務管理やグローバルコーポレートファイナンスなど金融市場の国際化に対応した科目も揃えています。経営数値は学校や病院などの公益法人を含むあらゆる企業の経営活動に関わっています。ビジネスを行うにあたってはこの経営数値を理解することで精度の高い経営分析や正しい意思決定を行うことができます。会計・財務科目群では会計・財務・簿記・税務などの広い範囲の内容が含まれており、それらの内容と企業活動との関係を明らかにしていきます。そして会計・財務の知識やスキル、的確な分析力を持つ人材を育成しています。会計と財務を学ぶこの科目群を専攻した学生さんたちの多くは日照簿記検定3級ないし2級を習得しており、その会計知識を生かす仕事に就くことを希望しています。業種を問わず企業の経理部門で働くことを目指す学生がいる一方で、銀行や証券会社、保険会社などの金融業界を目指す学生もいます。また公認会計士や税理士を目指す学生もおり、監査法人や会計事務所、税理士法人などへ就職しています。次に経済法律科目群です。これはビジネスそれ自体ではなく、ビジネスを取り巻く周囲の状況のうち経済学と法学の両方を学ぶ科目群です。ビジネスというものは一人であるいは一社でやるものではありません。必ず取引相手すなわちお客さんがいますし、お客さんや自分が所属する社会があります。お客さんから嫌われるようなビジネスは成功しませんし、社会に悪い影響を与えるようなビジネスは長続きしません。お客さんが何を求めているのかや社会は何を求めているのかを知ることは、ビジネスを成功させるためにはどうしても必要なことなのです。お客さんの動向、社会のニーズを知ることというものは、少し細かく見ると実は2種類の意味があります。レベル1は単純に知るというものです。お客さんが何を考え、どう行動するのか、一人一人の行動に注目してしまうと好みや個性があって読めませんが、たくさんのお客様をまとめた集団の行動というものは割と法則性があります。例えば品質が悪くても安ければ売れるといったものです。このようなお客さんの集団行動パターンに注目して法則性を探るのが経済学です。また社会からこれはダメ、こうしてほしいというニーズは、それがとても強くなると法律が制定されて示されます。だから法律の支持するところを知り、それに反しないように行動すれば、社会から強いニーズに合わせて行動することができます。レベル2はビジネスで有利になるために知るというものです。お客さんの行動パターン、法則を利用してお客さんの行動を誘導するのがビジネスにおける経済学の使い方レベル2ですし、法律の定めを利用して補助金を獲得したり、商標権などの権利を得たり、自分に有利な条件で契約を結んだりするために利用するのがビジネスにおける法律の使い方レベル2です。この科目群ではこれらレベル1、レベル2の使い方ができることを目標にして、ビジネスの現場と関連付けながら学習を進めます。ビジネスの現場はとても幅広いものですから、その全てにおける法律や経済の動きを全て学ぶことは不可能なのですが、基本的な考え方やツールの利用方法は全て学ぶことが可能です。ご覧の通り経済学に属する科目が4つしかなく、あとは全て法律関係の科目ですので、かなり偏った構成になってしまっていますが、経済学関連の知識は他のマネージメントプログラムの所属科目群にも散らばっていますし、この4科目で学んだ考え方知識を利用すれば、ビジネスプログラムで学ぶ授業からレベル1、レベル2の利用方法を獲得することもできます。と言いますか、ビジネスプログラムの授業は経済学のビジネス分野における応用編ですから、この4科目で基礎編にあたる学習を済ませて、他の科目群の科目を学習していただく
立て付けです。他方法律関連の科目はビジネスプログラムなど他の科目群に応用編が散らばっているわけではないので、この科目群に集中して配当されています。経済と法律を学ぶこの科目群を専攻した学生さんたちは業種を問わず幅広い分野の企業を目指しています。お客さんの動向や社会のニーズを読み取り利用することができるような人材を育てるのがこのプログラムです。あらゆるビジネス分野において上司の指示に単に従うのではなく、自分でビジネスを開拓していく立場にあるビジネスパーソンには絶対に必要な知識、スキルだと言えます。中間管理職以上、あるいは経営企画を担当する部門に必須とも言えるでしょう。次に経営情報科目群です。この科目群では現代経営において欠かすことのできない重要なテーマである情報について専門的に学びます。近年 AI、ビッグデータ、ロボットといった社会の在り方に影響を及ぼす新たな情報技術が進んできており、これらの先端技術をあらゆる産業やビジネス、私たち一人一人の社会生活に取り入れていくことが不可欠となっています。経営情報科目群では新たな情報技術によって経済発展と社会問題の解決を両立していく新たな社会、持続可能な社会づくりに貢献できる実践力を身につけます。経営情報科目群を専攻した学生さんたちは ICT 関連企業だけでなく業種、職種を問わず幅広い分野の企業を目指しています。またこのプログラムは国際的な非営利組織での就職やサービスとIT を融合させて新しいビジネスを計画し起業できる人材を育成することなどにも対応しています。ビジネスマネジメント学群では他の科目群やプログラムを自由に組み合わせ、皆さんが希望するさまざまな進路に最適なカリキュラムを提供することを通じて高度なビジネスパーソンを育てます。いろいろなビジネスをしてみたいと思っている皆さん、大学時代に留学をはじめいろいろな経験を積んでみたいと願っている皆さんのご入学をお待ちしています。ぜひ私たちと一緒に夢を叶えましょう。